足狩淳と申します。日本人のコントラバス弾きです。今コントラバスを抱えて日本からアイスランドまで世界を放浪しています。旅に出てからすでに半年近く経っていて、今は日本、韓国、中国、台湾を回りました。これから3年から5年ほどかけてアジア、中東、ヨーロッパを旅する予定です。この旅に出る前、東京で7年間生活していて、コントラバスの修行をしながら大学で哲学を学び、大学卒業後は文化サロンの経営にも関わっていました。充実した日々だったんですけど、1年半前なぜかこの旅に出ようと思ったんです。僕は認識こそ世界だと思っています。10代の頃、人生の意味みたいなものを考えた末、そういう思想をいただきました。なぜならば、何らかの答えはそれを答えとして導く前提や理由があるからです。その前提や理由が認識です。そしてその認識は日々変化していきます。そういう意味で認識こそありとあらゆるものの答えであり世界だと思っていますし、そう考えるようになってから哲学もコントラバスも始めました。自分にとって哲学も芸術も旅も自分の世界認識を広げるという意味では全く同じことです。哲学は言葉によって、芸術は言葉以外のものによって、旅はその土地や人や文化によって世界認識を深めてくれます。旅に出て半年近く経った中で、旅がどういった意味で自分の世界認識を深めていくのか次第に分かってきました。ありとあらゆる土地や人や文化は新鮮な驚きを自分に与えることも、自分の奥底にある記憶を呼び覚ますこともあります。心を動かされるという現象は自分の中の何かと外側の世界で共感が生まれた時に生まれることです。僕は自然の中にある時、その状態によくたどり着くことができます。例えば韓国のチェジュ島の自然には僕は死を感じました。死とは人間が避けられないものであって、そういう意味で事故を超えたより大きな流れの中の記憶のようなものです。またこの旅の中でたくさんの素晴らしい人々と出会いました。彼らは美しい自然同様、僕をより良い状態へ導いてくれます。数ある出会いの中でも最も印象的だったのは、韓国のチェジュ島に向かうフェリーの中で別のコントラバス弾きと出会ったんです。我々は目が合った瞬間に人を、しばらくは彼の家へ泊まっていました。そして彼はいろんな人を僕に紹介してくれました。実際今台湾でいい日々を過ごしている、彼のつながりから生まれたつながりのおかげです。たった一つの偶然からまた違う人に出会い、違う場所に出会い、その連続が僕には奇跡のように感じられます。そして今はその喜び自体がかけがえのないものだと思っていて、旅の意味のように感じています。自分の人生は自分だけで成立しているわけではなくて、事故を超えた流れと他人との関係性の中に成立しています。そのことを今実感として感じつつあるような気がしているんです。
また失った自然を取り戻すこと、それがもう一つこの旅の大きなテーマでもあります。旅に出る前はあまり意識はしていませんでしたけど、自分がいかに不自然であるか、不自然であったかということを旅に出てから日々感じるんです。本音と建前という言葉が象徴するように、日本人は不自然な存在の仕方をしているのかもしれません。そういう意味でいつも日本のことを問い続けています。自然であるとは人間として生きるということです。とにかく自然でありたい、人間に生まれたからにはとにかく人間的にありたい。では自然とは何か、それを問い続けながら旅を続けています。コントラバスは自分を映す鏡です。私の意識はコントラバスの音に自然と現れます。なぜならば音楽は時間を伴い、時間と意識はとても密接な関係にあるからです。また音楽は身体を伴い、身体と意識はとても密接な関係にあるからです。そして私の意識は私の世界認識そのものであって、それは多くの自然や人々から導かれるものです。僕はこの旅の中で自分のコントラバスを通して自分の意識を認識し続けていきたい、そしてそれを保存し続けていきたい。音楽は言葉でも写真でも認識できないものを明らかにしてくれます。世界が意識であるならば、自然であるとは純粋な意識を持つことかもしれません。その意識が達成できたとき、僕は素晴らしい音楽を奏でることができるはずです。というか、いつか本当に素晴らしい音楽を奏でることができたなら、その時この旅の成功を確認できるのかもしれません。